バスコダガマ、バスコダガマ、バスコダガマ、1460年頃から1524年12月24日、25日は、ポルトガルの航海者、探検家である。熟達した航海術と外交手腕を買われ、ヨーロッパからアフリカ南岸を経て、井戸へ航海した記録に残る、最初のヨーロッパ人であり、しばしば、インドへの航路をヨーロッパ人として初めて、 発見した人物であるとされる。このインド航路の開拓によって、ポルトガル海上帝国の基礎が築かれた。バスコダガマとも。バスコダガマについて書かれた資料について、現在残っているものは非常に少ない。これには、1755年に発生したリスボン地震が関係しているとされる。この時の地震と津波で、リスボン市以外は壊滅的な被害を受け、 王立図書館に保管された記録の多くが失われている。公開について公式に作成された報告書も残っていない。第1回公開の一席に載っていた兵士、アルバロベイリオと考えられる希望峰を経由するインディアの発見のために、ドンバスコダガマが1497年に行った公開の記録以下、公開記が、 基本的な資料となるが、兵卒という立場ゆえに傷つ範囲は、限定的になった部分が多い。資料的価値を持つものは、ジョアンデ・バロス、1496から1570年の、デコダ・ダージアでジュオデ・ボロス・フェイトスケオエス、ポーショギゼス・ファイ・セムナ・コンキスタ・イー、ディースコブラメント・ダ・ステロス・イー、メアーズ・ドゥ・オリエンテ、東洋の陸と海の発見と征服において、 ポルトガル人の行った行為に関するジョアンデ・バロスのアジアについての10巻の書以下バロスであり一部10巻構成で4部発行されたバロスは16世紀にリスボアのインディア館に勤務した際にそこにあった文書から表したもので1552年から発行され始めた次に1500から1559年がインド旅行と帰国後の資料調査から表した イーストリア・ドゥ・ディスコブラメント・アンド・コンキスタ・ダ・イン・アー・ペロー・スポーショギゼス、ポルトガル人によるインディアの発見と征服の踏み、以下、カスタニオーダがある。これらは、航海期を参照した可能性があり、一致する部分が多く見られるが、異なる箇所も多い。1495頃千 -1565 五頃は、不妊期間が終了してもインディアに滞在し、レンドス・ダ・インルディア、インディア期、以下、 コレアを表した。内容は、バスコダガマ第一回公開に付随した、修道士の日記や、当事者からの聞き取りなどが反映していると思われ、個別のエピソードに富が全体では、不正確な記述が散見される。2> 第二回公開の資料では、コレアの他に、帰国後に広く出版された、著者不明の、カルクーガール。また別に、バスコダガマの第二回インド公開という作者不詳の、 記録もある。その他にも、初期、トメロベスの記録、東、インドへの航海が、原点こそ失われたがイタリア語訳版として後世に、伝わった。バスコダガマは1460年頃、1469年とも、に、ポルトガル、アレンテージョ地方のシーネスで誕生したと考えられる。父エステバンダガマはフェルナンドお抱えの騎士階級の、人物で後に、 ネス町長に着いた。母は、イサベルソドレは、イギリス起源の名家の出であった。兄にパウロとジョアン、弟にペドロとアイレス、姉妹、テリジャがいた。パスコが、どのような教育を受けたかはっきりしないが、港町、シーネスで生まれ育ったことから後悔に対する知識や、経験は身につけたと思われる。また、若い時から宮廷に出資したため、 そこで教育を受ける機会を持ったと考えられる。当時、西ヨーロッパ諸国は共通して王室の財政難を抱えていた。アフリカ進出やマデーラ諸島の砂糖キビやワイン生産などで比較的余裕があるポルトガルもカスティーリャ王国との対立、和解後のセウタ攻略などの出費は免れず、この立て直しに迫られており、黄金や香料が豊富なインディアスとの直接貿易が 施行された。また、東方のキリスト教国と言われたプレスタージョンの国と連携する構想が現実味を帯びた。ジョアン二世が派遣した施設は陸路でエチオピアとの接触を果たし、カイロにおいてもバルトロメウディアスを派遣し、1488年にはアフリカ大陸南端の希望本到達を達成していた。しかし1492年、スペインの支援を受けたクリストファー・コロンブスが、 西回り航路でインディアス、実際はアメリカ大陸に到達したことと、その成果を受けて発布された教皇アレクサンデル6の教皇死後戦はポルトガルにショックを与えた。事実上ポルトガルの活動はアフリカ沿岸に絞られた。1495年に亡くなったジョアン2世を継いだマヌエル1世はインド航路発見に積極的であり、計画が実行に移されることになった。 この艦隊派遣では、航路の発見に並び、プレスタージョンの国及び、インドとの侵攻と貿易の端緒を作ることが目的とされ、国王の新書が用意された。このように、バスコダガマの航海とは事前に計画が立案されたもので、コロンブスのように自ら未知の海域に踏み出したものとは、根本的に異なる。バスコダガマが、司令官に任命された経緯は、不明瞭である。 バロスによると、任命されていた父エステバンが死去したため後継したという。カスタニョーダによれば、最初の後継者に一度は、アニパウロが指名されたが病気を理由に辞退したという。しかし、コレアでは、多くの立候補者をマヌエル一世が重心なヒ広まで選考を行っていた時にたまたまバスコが通りかかり、その場で彼が任命されたという。しかし当時、 バルトロメウディアスは健在で、口実の通り、バスコの航海途中まで船を引いて同行している。これも不可解な点である。航海にあたり、二隻のナビを船が浸造され、その工事には、当時武器庫長官のバルトロメウディアスが当たった。彼は、自身の航海経験からナビを船とキャラック船、なおかく隻を購入し、計四隻の艦隊とした。四隻は、以下の通りである。 この他に、マヌエル一世の命を受け、心臓戦の状態を確認するため、バルトルメウディアスが、ベルデミサキまで随行するナビを船が用意された。1497年7月8日土曜日、大勢の監修が見守る中、聖母修道院の修道士が執り行うミサの後、リスボンから出発した。資料によってまちまちだが、バロスによると、 総勢約170名の乗組員の中には、黒人の急止や水先案内人、特赦の代償に危険な任務を、おう十数名の元死刑囚もいた。バルトロメウの随行官を含めた5籍は、貿易風を使うには、季節外れの時期に、西アフリカを南下した。 途中、ノームのためにはぐれた艦もあったが、事前の申し合わせ通りそれぞれ、ベルデ岬を目指し、7月26日には再び、集結できた。随行艦はここまでで4隻となった艦隊は、シエラレオネ付近から沿岸を離れ大西洋を大きく、回り込む回路をとって再び、アフリカのセントヘルナ湾にたどり着いた。ここまで、約3ヶ月を要し、一行は11月9日に、 久しぶりに上陸した。ここから再び沿岸を航行し、途中現地住民との接触も持ちながら二十二日に希望峰を通過した。二十五日にはサンブラス湾に寄港し、予定通り貨物船を解体して荷物を積み替え、艦隊は三隻となった。十二月十七日にはバルトロメウが到達した最遠地であるインファンテカはグレートフィッシュに到達し、二十日には追い風を受けて、 そこを出発した。こうして、バスコ一行は、ポルトガル人未踏の海域に入った。北上へ展開した頃から解決病を発症して、命を落とす船員が出始めていた。また、そろそろ地理的に、イスラムの影響が及ぶスワヒリ文明の土地に入る、こともあり、バスコは、警戒を強めていた。もともと1492年に、グラナダを征服し、イスラム教徒の王を、 海の向こうに追い払ったばかりのイベリア半島からやってきたポルトガル人たちはアラビア語を話す、むすむ、当時のヨーロッパ諸語の文献でしばしばムーア人と呼称されるに対し妄想に近い強い警戒感を持っていたのである。1498年3月2日に、その最南端にあたるモザンビークで接触したの中にアラビ語を喋るイスラム教徒がおり、これは領主、シェクノ使者であった。 モザンビークにやってきた一行は、この町の住民の多くがアラビア語を話すムスリムであることに気がつき、警戒を強めた。日曜の礼拝を行っている姿を住民に見られ、自分たちがキリスト教徒であることを見破られるのを防ぐため、船も沖に止めた。案内人と水と食料を確保するための交渉は、思うように進まず、とうとうバスコは、武力の行使により水を奪うこと決意した。 そして、水場を守るモザンビークの人々に、いきなり砲撃を浴びせ、抵抗を突破、地元の人二人を殺し、何人かを捕らえ、人質にした。また、地元の船二隻とその罪にも奪った。翌日、意気揚よと再び水場を訪れた、ポルトガル人は、無抵抗で水を手に入れると、そのまま市街に入ってその中心で銃を何発か、放った。 バスコの船体に加わっていた一人の人物の記録によると、ムーア人は家の中にとどまり、誰一人浜まで出てこようとしなかったという、暴力的に必要な物資を整えた船体は、その翌々日に風を得て北へと去った。この水域の観光を無視し、港の使用量を払わないままだった。その後、モンバサで柑橘類を手に入れたが、モザンビークで捕らえていた捕虜が逃げ出したため、 バスコ一行は、陸地との連絡を諦め、逆にイスラム教徒の船を打破した。向かったマリンリで捕虜を解放したが、バスコは、当地の国王から受けた採算の招待を断り、上陸しなかった。いずれの港でも指揮官のバスコや各船の船長は、決して船から降りて陸には上がらず、乗組員も港町側と人質を交換した後で、なければ、容易に陸地には降り立たなかった。 これらは、他地域からの商船が、しばしば訪れる東アフリカ海岸小都市の管理は、およそそぐわない不自然で不可思議な行為だった。ここで、一行は、インド人との接触に成功する。その席で彼らが、聖母、マリアや十二神とらの絵に付したため、バスコラは、インド人が、キリスト教を崇拝していると信じ切った。その後国王へ要請していたキリスト教との、 水先案内人を得たが、実態は、ヒンズー教徒のインド人だった。航路情報を得た艦隊は、マリンリからインド洋を渡り、直接インドへ向かった。そして5月17日にデリさんを遠望し、目的地が近いと知った。彼らは、沿岸のカレクト王国を目指し、そのとカレクト、カリカット、現在のコ高リコド近郊に到着した。5月20日に怒りをおろすと、 5月21日、沖合に停泊する艦隊に近づいてスイカしてきた、ショーの人々を通じ、バスコはカレクト王国へ死者を派遣した。この死者は、危険な、見知らぬ地で最初に陸に上がらせるために、ポルトガルから船に乗せてきた囚人たちの一人だった。翌日には、カレクト沖に移動したバスコだったが、水先案内人がより安全という近郊のパンダラに、へ移り、 22日に届いた国王の招待に応じる決断を下した。5月28日、バスコは13人の部下を連れて上陸した。公開誌では、出迎えと共に宮殿に向かう一行は、途中立ち寄ったヒンズーの寺院を、教会と記している。王宮に到着したバスコは来訪の目的を停心に伝えるように要求されたにもかかわらず、自らは、 ポルトガル王の大使であるから王に直接話すと主張して聞かなかった。翌日宮殿で一見したバスコはカレクト国王に新書を渡し、目的の一つを達成した。しかし用意した贈り物を見た王の役人や、イスラム教徒の商人は笑い出した。贈り物は、布地、一ダースのが伊帽子六個、サンゴ、水盤六個、砂糖一樽、バターと蜂蜜二樽に過ぎなかった。 これは王への贈り物ではない。この町にやってくる一番見すぼらしい商人でももう少しマシなものを用意していると言われ、バスコは私は商人ではなくて大使なのだ。これはポルトガル王からではなく私の贈り物なのだ。王が贈り物をするならもっと豪華なものになるはずだと苦しい言い訳をした。30日になった二度目の越見でイスラム教徒への不信を国王に述べながらも 積みにの公益許可を得た。この時王に、そんなに豊かな王国からやってきたならなぜ何も持って来なかったのかと聞きれている。カれくと王国の収入は港にやってくる商人の売却益にかける関税であり、商売に励んでもらう期待があったのだから、王の問いかけは当然のことであった。ところがパンダラニに戻ると、当地の割、知事はバスコラを軟禁状態に置き、 沖の艦隊へ戻そうとしなかった。6月2日になってバスコは割と直接話す機会を得た。そこで割は統治の習慣になく艦隊を沖に止め船員を残す一行に不信感を持っていると述べたのでバスコは直ちに従って積荷を下ろす指示を出した。このやりとりをバスコはイスラム継承人らの妨害活動と感じ取ったが 実際のところ王国側は艦隊を沖に止めるバスコが定められた港湾使用料を支払わずに出港することを懸念していた。ポルトガル船体はカレクトに留まる間各船から乗員が一人ずつ上陸して街を見物し、ポルトガルの織物、鈴、鎖などを現地の胡椒、クローブ、シナモン、宝石などと交換したがポルトガル人たちは 自分たちの品物が安くしか売れないことと、現地の商品が安いことの両方に驚いた。8月になり、バスコが死者を立て、帰国の報告と商務官ら人員を残したいと、国王へ申し入れたところ、死者が監禁された上に出航を禁止する命令が、下った。インドからアフリカへ向かうには、季節風に乗る12翌2月が適し、時期外れの出航申し入れは、 国王やイスラム商人の中に、やはり、バスコ一行は、商人ではないのではないかという疑念を湧き上がせていた。これに対しバスコは、イスラム系商人に対する過剰な猜疑心から、強硬な手段に出た。8月19日に高い身分のものを含む、住民19人を捕らえ、監禁された死者との交換を要求した。23日には艦隊を一度出航させたが、 風の具合が悪く、沖合に留まっていると26日に現れたカレクトの死者に対し、砲撃まで散らつかせて、人質交換と残した積み荷の返還を要求した。国王は、ポルトガル人の解放と交易を認める所管を認め、27日に艦隊へ戻した。これを受けバスコは、人質のうち6人を解放した。しかし28日に届いた荷物を見て、バスコは、 不足していると受け取りと残りの人質解放を拒否した。これは、もともとバスコは、インド人をポルトガルまで連れて行くつもりであり、荷物の不足は、機弁でしかなかった。29日に、艦隊は出発したが、約70隻の武装した小船が、人質奪回に追跡してきた。バスコは、砲撃を加えた上、これを振り切った。出発こそしたが、 貿易風は都合よく吹いてくれなかった。艦隊はインド西海岸を北上し、到着したカナノール王国と良好な接触を持った。そこから沖合に進み、9月15日にはピジョン諸島、20日にはアンジェリバ諸島に到着した。ここでパスコラは遭遇した8隻の船体を攻撃し、座礁させるなど退けた。この船体はカレクトから バスコラを追跡してきたものと判明した。他にもインド中部のバンフマン王国が派遣した偵察隊とも接触し、指揮官を捉えてポルトガルまで連行した。一行が諸島を出発したのは10月5日だったが、貿易風の季節ではなかったため往路26日のところを、袋は89日もかかった。すでに出発から約30名が死亡していた一行は、この工程中に、 解決病などでさらに30名を亡くした。艦隊は1499年1月2日にアフリカ東海岸にたどり着くと南下し、海賊を退ぞけながら9日にマリンギに到着した。一行は数日の休息を取り11日に出発したが、乗組員の減少から3隻の維持が難しくなり、近郊の海岸でサンラファエル号を諦めて焼却処分し、 以後艦隊は2隻編成となった。27日に出発し2月1日にはモザンビーク、3月20日には希望ミネを越え、4月25日にギニアの海岸に至った。ここで2隻は別行動をとり、報告のためにニコラコエリョのベリオが先にポルトガルへ勝った。同船は7月10日にリスボンへ帰着した。サンガブリエル号は、 ベルデミサキ諸島のサンティアゴ島に到着した。ここでバスコは、艦の指揮権を、初期のジョアンデサに任せ、帰国するよう指示した。これは、兄パウロが、渋滞に陥っていたためであり、バスコは雇ったキャラベル船で兄を伴い、カナリア諸島へ向かった。しかしパウロは、当地で亡くなり葬られた。バスコが、カナリア諸島を出発したのは8月29日。 しかし9月のいつリスボンに到着したかは、はっきりしない。資料によって差があるが、出発時の147名のうち帰国した者は55名に、過ぎなかった。マヌエル一世はバスコを称え、多くの報酬を与えた。本来は、王族や貴族だけに許される、ドンの称号を与え、インド帝徳へ任命された。さらに名誉職ながら、終身インド艦隊総司令官に就いた。 相続人に権利を引き継げる三十万レアル、七百五十クルサドの年金が与えられ、別に三千クルサドの年金も手にした。航海の成功を記念して、サンタマリアデベレンに、ジェロニモス修道院が建設された。バスコ第一回航海の第一の成果は、アフリカ南端を経てインドまで繋がる航路を発見した、ことにある。 しかし当初の目的であったプレスタージョンの国との接触は果たせず、カレクト王国との親密な関係構築にも失敗した。船を置きに止めたり、乗組員を全員上陸させないなどの行動は慎重さゆえだったが、これは当時のインド洋貿易における慣習に反したもので、彼は多くの場所で疑心暗鬼を生んでしまっていた。だが、もたらしたインド洋地域の最新情報も、 大きな成果であり、現地での鉱料の価格などは、後の貿易に益した。新航路発見を受け、1500年3月8日に、ポルトガルはペドロ・アルバレス・カブラルを司令官とする13隻の艦隊を、攻易を目的に、インドへ出航させた。アフリカ南下中に、南西の航路を取ったため、4月21日に、ブラジルを発見した艦隊は、9月11日に、 カレクトをへ到着した。カブラルはバスコが連れ去った人質の返還。今度は、満足を得られた贈り物の贈呈などを行い、友好条約の締結と、召喚設置の許可を得た。ところが交易はうまく進まず、豪を煮やしたカブラルは、イスラム商人の船を打破し、両者の間で摩擦が起こり始めた。ついに上陸隊が群衆に取り囲まれ、 召喚を舞台とする争いに発展し50名以上が殺された。カブラルは報復に停泊中のイスラム商人生を襲い、10隻から荷物を奪って500から600人を殺した上、他に5から6隻を撃沈させた。翌日には町に砲撃を加えるとカレクトを離れて、コチン、カナノール経由でインドを去った。カブラルの帰国後、ポルトガルでは、 インド交易をどうするか検討されたが、結局継続することになった。そのために二十隻の艦隊派遣が決まったが、うち五隻は、将官の安全確保のため、インド洋に泊まり、イスラム商船の封じ込めを目的としていた。二十隻の艦隊司令官にはカブラルが任命される予定だったが、大変性に反対して辞退したためバスコに、役目が回ってきた。 しかし準備が進まず、1502年2月10日に、インド用、中流五隻を含む15隻で、アスコは、航海に出発し、残り五隻は、いとこのエステバンダ、ガマの揮で4月1日に出港した。途中、座礁し放棄した船もあったが、7月4日には、モザンビークに到着した。そして12日、カブラルラポルトガル船に敵対的だったキルワに、到着すると、 港から市外に砲撃を加えた。最終的に国王の降伏を受諾したバスコは、キルワ王国を、ポルトガルの朝皇国とし、毎年584クルサドを収める命令を、残して22日に出発した。艦隊は8月22日に、アンジェリバ諸島で結集した。そして病人を下船させるなどの処置を行い28日に、出航した。 その後海賊との戦闘や馬邸から王国を復従させるなどを行いつつ、やがてインドに到達した。ここでバスコは十五レグア、約六十キロメートルを機に艦隊を展開し海域を封鎖した。船はすべて捕らえ、敵大国の者のは抑留した。カレクトの商人らは和平の手紙をよこしたがバスコは拒絶し、逆にカレクトに向かっていたマムルークチスルターン所有の エリという船を捕らえ、財宝を奪った上に火をかけて抵抗する、不助死50人を含む300人を死に追いやった。10月13日、バスコは有効的なカナノールに入港したが、香料の取引が不調に終わるとカレクトへ向かった。10月29日に最初の接触が行われたが、バスコは過去の損害賠償とカレクトからのイラム教と排除を求めた。 理不尽な要求を飲めないと伝える死者は、バスコの強硬な姿勢を感じ、国王は海岸線に防御策を急ぎ設置させた。翌日正午、艦隊は海岸に迫り市外に激しい砲撃を加え始め、住人はほとんどが避難した。2日後、バスコは艦隊のほとんどを残して、コチ人に向かい、11月14日に国王らと会見して友好関係を確認した。 攻撃に、メドが立つと、今度は、カナノールに渡ると同様に攻撃を行った。その後バラモンを、仲介役に、もう一度カレクトとの接触を試みたが、海を封鎖され、漁業にも、支障を来す住民の不満は大きく、国王との交渉も進展を見なかった。ついには百隻、近いバテル船が攻撃を加え始め、艦隊は怒りを切って脱出した。コチンに戻ると、 積み荷が終了していたため1503年2月1日に出発し、途中で襲撃してきた、カレクと艦隊を撃破して15日にカナノールに入り、3月22日に帰国の途に着いた。バスコが交益で得た品は、胡椒、日記、素木、定時、生姜などであった。バスコは10月10日にリスボンに帰着した。バスコの功績はまたも高く評価され、特に、 キルワを重複させ長広国に組み込んだ点が認められた。年金は四十万であるが追加された。また、第一回公開成功で約束された領地は、右与曲折があり遅れていたが、1519年12月17日には、ビディゲーラとフラデスの町が与えられ、ビディゲーラ伯爵の称号を受けた。バスコにはすでに、 ポルトガルで最も裕福な貴族6名と匹敵する収入があった。彼は、メ家カからカテリナでタイデを妻に迎えた。第一回公開を終えた時点で、インド洋交易に乗り出したポルトガルには2つの手段があった。一つは、当地の召集官を尊重し、交易を行うことであり、もう一つは、自己の流儀を持ち込み軍事力を背にしながら、召喚を 各港湾に設置する手法である。ポルトガルが選択したのは後者であり、バスコの第二回航海からは、インド洋に艦隊を常駐させ、将官の保護とイスラム商人の妨害活動に当たった。犯行を見せるとカレクと王国のように激しい攻撃が加えられるが、バスコは当初から死害砲撃を予定していた。このポルトガルの決定は、ヨーロッパ各国が 本格的にアジアに進出する契機になったとともに、その基本的態度を方向づけた。強力な海軍を派遣して、貿易を支配する構造は、ヨーロッパ諸国がアジアに植民地主義を展開する処方の手段として用いられた。バスコの第2回公開以降、ポルトガルはインド洋支配を強めた。それまで様々に攻撃を受けたイスラム商人らから訴えを受け、 エジプトマムルーク朝の君主アシュラフ・カーアンスーフ、ガウリー・ローマ教皇ユリウス三世へ報復を予告する抗議の書簡を送った。これに対しポルトガルは強硬な手段に出た。起用したフランシスコ・デアルメイダに強大な副王の権限を与えて派遣した。彼はインド洋沿岸の各地に要塞を築き、有効的でない国には攻撃や略奪、占領で応じ、 ポルトガル活動の基盤を築いた。公認帝督のアフォンソで、アルブケルケは、ゴアやマラッカを占拠した。このような要塞、召喚、占拠地などは、インディア領として組織化された。しかしその後は、帝督の役職は人物に恵まれず、無駄な要塞の拡大や取り巻きの徴用、また私服を肥やすに、熱心なものなどが続いた。後期は緩み、王室の財政は逼迫した。 1521年12月にマヌエル一世が崩御し、後継したジョアン三世は、ブラジル植民活動活性化とともに、インディア領経営の巻き直しに乗り出し、その適任者にバスコダガマを選んだ。ジョアン三世から信頼を超え尊敬を受けていたバスコには、大型船10隻と小型船4隻の計14隻艦隊が与えられ、各要塞や、 召官の公認長官らを含む約3000名が乗り込んだ。1524年4月9日にリスボンを出発した一行は8月14日にはモザンビークを経由しインドでは要塞を持つチャウルに入った。ここでバスコは余剰人民の乗船を命じ、提督のメネゼスへ帰港したらそのままゴアに向かうよう電門を残した。9月30日にゴアに到着すると セーロニやスマトラ島のパサイなど余剰要塞の解体と、逆に、住んだ、ゲンジャカルタでの要塞建設を命じた。また評判が悪いゴア市長を解任する措置も取った。この頃、バスコは病気で体調を崩していたが、コチンを経てカナノールそしてカレクトに入った。イスラム教徒の中で、バスコの名はイフの対象であり、これらの地で、ジー活動を行った。 これらが一段落するとコチンへ戻り、ポルトガルの活動を妨害するイスラムの艦隊を撃沈した。精力的な指示を与えながらも、バスコの病状はどんどん重くなっていた。手続き上すでに前任としたメネゼスが帰還しないため、12月4日付で引き継ぎ書を作成させ、また死後に開封が許される命令書も記した。1524年12月25日、 二十四日、深夜説もある、コチンにて、バスコダガマは死亡した。現地の聖フランシスコ修道院で葬儀が行われ、後に、遺体はポルトガルに移され、ビディゲーラで埋葬された。現在、バスコはジェロニモス修道院に葬られている。バスコは、妻カテリナでアタイデとの間に六人の息子と一人の娘を設けた。長男フランシスコは、父の第三回航海に同行し、 後に称号と財産を相続した。次男のエステバンは1540年にインド総督に就任したが、後にベネツィアに移住した。三男パウロはインドに赴任したが1534年のマラッカ沖戦争で死亡した。四つ男クリストバンは1542年にエチオピアと共にイスラム勢力と戦った際、捕らえられ殺された。五男のペドロ・ダシルバは後に、 マラッカの長官に就任。これは、ムツオのアルバロで値でもついた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。